最近なんかキャラ変したでしょ。年明けから YouTube のテーマを投資に振ったら受けて、はい、でさらに4月からちょっとこうアクティビストって言って、はい、株って今まで買ったら祈るか売るかしかできないし、少しこうね、自分の持ってる株を上げるためにいろいろネットで言わせてもらおうかなみたいな。ネットアクティビストですね、はい、自称みたいなところありますから。なるほどなるほど。新しいもんって大体自称でしょ、うん、自称とか持論とか言われるんで、はい、メジャーな意見じゃなかったら持論って言われるんで、うん、最近ね、うん、知ってる会社だからさ今ターゲットになってるのはメルカリとかさ、はい、メルカリとなんだっけGMO とか、あとはもうちょっとライトなやつを今少し考えてますけど、いろいろメルカリが皆さんでもアントラーズの鹿島アントラーズの親会社だってもう自体もあんま知らないかもしれないですけど、でもさアントラーズのさ、はい、古参サポーターとさ、バトルしてるの最高に面白いんだけどね。バトルっていうか僕からしたらどっちかっていうとすいませんって中途半端な気持ちでメルカリがアントラーズの経営に乗り出してしまったばっかりにろくな補強もできずにチームは弱くなってしまってまあだけどさ、それ考えたらさ、うん、はい、サイバーエージェントの爪の中を煎じて町田今だから J1 首位ですから、去年まで J2 だったんですよ。これ俺藤田さんにね、はい、社長にこの間会った時に聞いたのよ。はい、どうなの、はい、何なのこれ。高校サッカーの青森山田、そこの監督さんを引き抜いて、うん、それで去年めちゃくちゃ補強してヴェルディ対町田の試合見に行ったんだけど、えぎつなかった。で強いんですか。強いし、その前の週にヴェルディのトップ選手を引き抜いたの、はい、何振り構わず超補強して、しかもその青森山田の監督を招聘したのがバカ当たりして「お前ちょっと金かけすぎだろ」みたいな話を俺したら「いや堀江さんそんなことなくてあの監督を引き抜いたのが良かったんです」っていう、要はプロの監督にいきなり高校サッカーの監督を抜擢するってリスクあるじゃないですか。リスクをいとわずにやったら大成功。多分誰かがアドバイスしたんだろうけど、そこはやっぱり彼はすごいなと思う、勝負師だなと思ったのは社長なんだよ。町田のゼルビアの社長本人、サイバーエージェントの社長が兼任してんの。はあはあ。でしかもなんか 2,3 年前揉めた時に結構サポーターにね直接町田ゼルビアを東京町田ゼルビアにしようとして猛反発食らって、なるほど二度とやりません、すいません許してくださいみたいな。いやでも僕ねサッカーそんな詳しくないですけど、例えば三木谷さんはイニエスタ引き抜いてきて再三度外視である意味やってる気もするんですよ、神戸の件は。いいか悪いか別にして、そういう意味で言うと今のアントラーズがなんか極めて中途半端な感じになってて、まあよく知ってる人が社長なんでね。2年ぐらい前も監督途中で変えた時とかも結構荒れてるんですよやっぱり。いやだからやっぱりそれは経営者の経営感覚というか、だってサイバーエージェントは結果を出してるわけじゃん。はい、そんなに金かかってないんだよ。うん、多分予算規模そんなに変わらないどころか、はい、その予算間で首位になれるんだから、うん、それはやっぱり経営者のね能力ってところ、人材抜擢力みたいなありますよね。だからやっぱ僕すごく思うのはメルカリの山田さんって多分普通にいい人なんだろうなと。いい人だよ。うん、だから多分山田さんとか US の事業の、はい、アメリカの事業でメルカリ悲しくもうまくいってないんですけど、ジョン・ラーゲルンって別の幹部もいるんですけど、そこら辺を切れないんだろうなと。だからでもそれは分かるけどどうなんだみたいな。ことを多分誰も言わないだろうから、俺が外からギャンギャン言えば少しはいいかなっていう。要はアメリカってでかいんで、はいはい、IT のプラットフォーマーなわけですよ。はい、で IT のプラットフォーマーって多分桁2つぐらい違うんだよねメルカリの経営規模と。はい、だからもうメルカリは楽天並みの赤字を毎年掘ってやっと首位になれるかなれないか一か八かみたいな世界だよね。だから僕やっぱりいいか悪いか別にして三木谷さんの楽天モバイルにかける気迫とか、はい、そのイニエスタを連れてくる気迫みたいなのに比べて、よくも悪くも山田さんのアメリカ事業とかサッカーアントラーズにかける部分が経営だから幹部を連れてくるってことは悪くないんですけど、はい、で今もう5、6年経ってうまいこと言ってないのにそいつにそのままやらせ続けてるってことがやっぱちょっと緊張感ないですよね。なるほど。やっぱりそれはなめられるよね。例えばですけどジェフ・ベソスさんっていう人がいるんですけど、アマゾン辞めた後今ブルーオリジンっていうロケットの会社やってるわけ、はい、だけど一向に打ち上がんないんだよね。スペース X の、はい、イーロン・マスクとかに比べるとやっぱ迫力ないのよ。だけど金持ちじゃん、はい、すっげえ金使ってるから多分あれ部下になめられてると思うんだよね。あいつは財布だと。結局ディティールが分かってないと思われてて、ね、イーロン・マスクとかすんげえ技術にも詳しいからなめらんないんだよね。そういうことだから、結局ガバナンスって会社でもよく最近言いますけど、ダメな部下がいた時に俺がやるわって直接手を突っ込むか、でもっといいやつ連れてくるからお前クビって言えるかっていう、なるほど、なんかこの緊張感なかったら結局絶対そうなりますよね、最後は。そういうところはある。だから事業ってたまたまうまくいったケースもあるんですよ。はい、まあ例えばメルカリもヤフオクと何が違うのみたいに思ったりした人いると思うんだよね、最初の頃って。だけどスマホで簡単に写真撮って、はい、アップして即決価格で決まっちゃいますみたいなのが、やっぱ手軽で受けてるんだよね。スマホの出たてのところにうまいことはまったんだよね、っていうラッキーもあるわけですよ、はい、メルカリって。はい、それをちゃんと次につなげられるかどうか、企業文化みたいなところは俺はあるのかなって。やっぱ企業って文化なんで、今例えばタイミー、はい、でメルカリとメルカリハローでリクルートもタウンワークで入ってきた、うん、いわゆる隙間バイトって言われてる、盛り上がりつつあるんですけど、いや俺タイミー78年前に、はい、ホリエモンチャンネル出てもらったんで、はい、飲食店経営その頃してなかったから、はい、何がいいのか分かんなかったんだけど、その後その牛角の創業者の西山さんとか、はい、その辺が出資し始めて、はい、まあなんかそうやって注目されてたって、はい、で最近飲食店経営やってるからタイミーが分かります。タイミーで食う子たちって、はい、その隙間バイトだから、はい、変なのが来んじゃねえかと思うじゃん、はい、はい、意外といいのが来んだよ。隙間だから悪いんじゃなくて、はい、むしろ隙間でこういうものに注目してる割とリテラシー高いいいやつ、あるいは時間を無駄にしたくない意識の高い人みたいなで、皿洗いとかやらせとけば全然いいじゃん、はい、だからまあ面白いですよ、そういう。でも、まあ、もうメルカリの新規事業としてあれに目をつけたっていうのはすごいいい着眼点だなとは思ってるんで、言うてもでもヤフオクひっくり返したんだから、うん、タイミーまだひっくり返すみたいな、まだ2合目か3合目ぐらいの気が全体的にしてるんで、うん、だからそういう意味で言うとアントラーズとか米国事業はいらないよねって話なんでしょ。そうそうそうまさに僕が言いたかったのはそうです。そういうことですよね。経営資源の集中の仕方が間違ってるよねみたいな。山田さんが実際にメディアを引き連れて100億円の豪邸からメルカリハロで自分も隙間バイトやってみたとかやればいいと思うんですよ。僕がやろうかと思ってます、勝手に一株主としてやって、動画投稿して、でタイミーと両方やって感想言おうかなと思ってるんですけど、アクションしてこそアクティビストなんで、やっぱりまあ半分ネタ、もちろん半分動画のネタなんですけど、今ね新NISAが始まって投資系の動画がバズるの。俺も始めたもんだって。俺ニュースピックスで新番組始めたから、クロス FM でやろうか。ここにでも次々と上場企業の社長が IR のために来るみたいな、そういうコーナーやろうよ。もう新NISAの解説動画やったんですけど、案件動画なのに100万回って、堀江さんの SBI との距離感の感じがすごい笑っちゃいましたから、それでそれでとかって、ほう競合は大丈夫なのみたいな、なんか本当ですかみたいな。普通に面白いです、本当に。僕もずっともう堀江さんとは元部下だったってこともあって、堀江さんはかつての上司になる。そうですよ。僕あれですもん、なんか結婚式もあって、結婚式のその立ち会い主賓、いわゆるライブダー事件が起こる 2,3 ヶ月前で、はい、よかったっす本当。あれもうちょっと遅れてたら春の結婚シーズンにちょうどある意味ぶちゃったって、主賓が急に来れなくなるって。でもね、その春の結婚シーズンに結婚したやつらもいるのよ。堀江さん来てもらえますかねって、本人も来たくても来れないかもよって。だってこれ本人がどんだけ出たくても出れないじゃんって。どういう上司だったんですか？厳しい、あとやっぱせっかちでしたよね。あの頃かなりせっかちでしたよ。今かなりのんびりしてます。そう思います。これでも名言があって、はい、あるビジネスパートナーが鎌倉にいたんですよ、うん、はい、ライブだって六本木いるじゃないですか、はい、でビジネスパートナーサイドの開発が遅れてて、はい、共同サービスがなかなかちんたらうまくいかないみたいなことに対して、はい、堀江さんが「鎌倉の1秒とさ」って「六本木の1秒は価値が違えんだよわかる？」っつって。お前六本木ヒルズの家賃とさ鎌倉の家賃比べてたらさどっちが安いか高いか分かるだろうって。だからあいつらのペースに仕事合わせてたら俺たちが損すんだよ。その担当者に向かってお前の仕事は鎌倉の人間に六本木時間で仕事をさせるのがお前の仕事だ言ってて、最初の出だしがね、鎌倉の1秒と六本木にして価値が違うって、ある意味めちゃくちゃ芯をついてるじゃないですか。めちゃくちゃ覚えてる名言はそういう。案外20年経っても部下ってそんなもんなんですよね。本人がポロって言ったことをめっちゃ覚えてるんですよね。もうだって言いっぱなしですから。